荒木浩治は、日本の政治家。薬島町長元上役町議会議員。1950年3月6日、鹿児島県熊毛郡上役町で生まれる。1972年、アジア大学経済学部を卒業する。1995年、上役町議会議員選挙に出馬し、初当選。在任中に、上役町議会議長を務める。 2007年11月11日、上役長と役長の合併による役島町発足に伴う役島町長選挙に出馬したが、旧役町長の日高藤七郎に敗れ、落選する。2011年10月30日、人気満了に伴う役島町長選挙に出馬し、現職の日高藤七郎らを破り、初当選。2015年10月25日、 任期満了に伴う薬島町長選挙に出馬し、無投票で再選を果たす。2019年10月27日、任期満了に伴う薬島町長選挙に出馬し、新人の小脇清治を破り、再選を果たす。2020年1月、荒木が2016年3月から2019年11月にかけて、長費で支出した通常運賃の航空券を払い戻し、 運賃の安いシルバー割引機の航空券を購入し直した差額の約51万円を飲食などに使用したとして住民と薬島町議会議員が刑事告発した。これを受けて荒木は不正が明らかになった分を薬島町などに返還し6ヶ月間給与を受け取らないと表明した一方町長を続投する考えを示した。同年7月16日、鹿児島県警 薬島警察署が荒木を詐欺や虚偽誘引公文書作成などの疑いで、鹿児島地検に書類送検した。これを受けて、荒木は報道陣のインタビューに対し、捜査の推移、経過を見守りたいと述べ、辞任を否定した。同年9月4日、鹿児島地検は荒木を起訴猶予処分とした。ありがとうございます。